皆さん、おはようございます。朝6時半になりました。今日も2本行ってみましょう。1本目はあのパリ五輪リの宮田選手の喫煙問題ですがやっぱりアウトでしたね。はい、私もね、擁護してしまいましたがやっぱりこれダメですよ。2本目なんですが、木原官房長官、元官房長官ですけども、岸田首相とがっちりやっていたと憲法改正が残ってるから当然9月のこの総裁選には出馬しますよと、なんで木原さんが出てくるんでしょうか。さあ、この2本いってみましょう。まず初めはめ宮田選手なんですけどもこの左ねう ででしたねで問題はねこの右のこのサブのこのね選手なんですけどもこの人がねこれは規定によって出られないと本当おかしいと思うんですけどまあしょうがないですねじゃあ記事いってみましょうフラッシュなんですけどもパリ五輪自体の体操を見っ田5月にも飲酒喫煙通報前代未聞の異常事態を起こした協会の隠蔽体質と、ね、ずーっとこれフラッシュにあるんですけども結局ね常習者だってことが分かったんですよで5月にも今回のようにいろんな通報があったんですけどもまあまあまあということで収めた だから今回の、ね、結論言いますね今回の教会の,この判断というのは全く間違っておりませんそれが答えになります。 で、えー、これ為末さんなんですけども自身もオリンピアンだった為末氏は X で問題だったとは思いますが代表権を奪うほどでもないと思いますとどうか冷静な判断をお願いしますと寛大な処分を求めた私もね、えー、昨日までは、まあ、ほぼほぼこの意見でございましたまあ初めてといいますかねまあ初めてっつもおかしかったんですけどねタバコ吸ったのは今回初めてと言いながらじゃあ一体そのタバコはどこにあったんだって話になっちゃいますからおかしいっちゃおかしいんですけどもまあでもね私もこんな感じでしたこ、まあ、こんなことで19歳の、ね 奪っていいんかと思ったんですけどもちょっとねこの後記事を読んでいきますとなんかいろいろあるんですね女子選手はコーチから宮田さんはタバコ臭いとうーんこれはね近くにいる選手だったらわかるでしょうねしかもずっといろいろ書いてあるんですけどもまあ結構やんちゃな気質もあってということでしたね宮田選手の態度の大きさや大平な口の聞き方などから教え子たちは試合場でえ彼か,かなり萎縮していたと まあ言ってみれば今流行りのパワハラに近いようなもんかもしれませんまあでもこのあたりというのはねこれまあスポーツ選手ですから気が強いとかそういうのはあるかもしれませんうーんまあこれはいいでしょうさあその次ね NHK 杯を3連覇するなど個人的には日本でトップクラスの技術があるんだけどもただね女王様技術って言うんですよでうちの子たちにああいうところは学ばないようにと伝えていましたタバコ吸っていることは有名でしたしみんな知っているでしょうとうーんだからね今回ほら私が思ったと言いますか他の人も多くの人思った んですけどもたまたま、ね、本当に初めて吸ったのを、まあ、この宮田選手を、ね、追い落とそうと思っている、ねまあ、女の子ですよね、それがいやいやいや、コーチと宮田さん、タバコ吸ってますよってチクったっていうそういうことかなっていう、まあ、そういう可能性もあるのかなと私も思ったんですけどもこれ見てるとね、うん、やっぱり全然違いますね、もうね周りの人が、まあ、おそらく前つばと言いますかニガムシを噛みつぶしたような、ね、こうなんだよ、あの女と思ってたんでしょうね。でそれが今回ののように事前の合宿地でまたやってると もう我慢ならんということで通報したそれでここで隠蔽してはさすがにまずいっていうふうに体育まあこの教会の方も思ったと、まあ、それが真相だと思いますそして宮田選手の喫煙については以前から噂がありました合宿や大会などの時に他の女子選手やコーチから宮田さんはたばこ臭いとよく噂になってましたとまあそんなことでねで下にまあちょっとあるんですけども教会の聞き取り調査はね彼女が初めて喫煙を行ったのは6月末から7月頭にかけてということだがとまあそれはそんなことないでしょう ね、これも明らかに嘘と、まと、あ、5月の段階でもね、えーきえー、喫煙や飲酒と、まあ、両方ね、えー、もうこれは漫画なんですよねはいこんな形でやってたということになりますよねうんだからさすがにこれはもうだめでしょうでも今の段階では海外にね初めて吸ったねたばこでこんな処分は厳しい日本は厳しすぎるなと言われているようですけどもこの事実が伝わったらまあしょうがないかなってなるような気がしますけど皆さんどう思いますかでもねまあこれはねもうやむをないなんですよでプロの世界でもそうでしょう あのほら中田翔、ね、とか、ね、あの辺りも要は、ね、非常に困った行動をしていたと、まあ、別にタバコを吸っても彼はいいんですけども、まあ、一緒にいるチームメイトに、ねまあ、ちょっかい出して、まあ、おちょくると言いますか、手を出すと言いますか、そういうことをやってたわけですよね。えそしして楽天にいました 安楽っていうピッチャーがいましたけども安楽でよかったですしさっき言いましたよね。で彼も要は後輩に対してで、ね、もめちゃくちゃやってたとパワラと言いますかまあこれはやってらんないですわね。はい、で,ですからね、まあ、いずれにしましてもこうやって迷惑かける人間っていうのはやめてもらうとまあこれしょうがないですね。はい今回の話はもうこれで終わりでございます。さようならということに、まあ、ならざるをねこれえませんよね。さあお次はこの岸田さんなんですけどもうんフラッシュなんですがね私ねこっちの方は本当許せないんですけども日本が終わる岸田首相続投意思明かした木原発言 大ブーイングと、ね、前首相になかった中堅の存在ということで、まあ、岸田さんは今回の,この,経営この総裁選に、ね、出る気満々とでも、ね、普通考えますとあのバイデンの一件を見ても分かりますけども内心ね、ねこれは持たねえから直前になってやっぱりやめたって目もあるかなって思ってると普通思うじゃないですか私だってそう思ってますよ。 ところがですね、やっぱりいろいろ見ていきますとおかしいと、はい、これが先ほどの,あの木原氏ですよね、木原元官房長官なんですが、これ9月に控える、ね、自民党総裁選で岸田さんが、ね、立候補を断念することはないかって問われましたら、そんなことはないと、出て堂々と戦うと自信があるって言うんですよ。でね、これが許せないんです。 憲法改正や政治改革といった残された課題もあり、岸田総理大臣が取り組むのが一番ふさわしいと木原さんは言ったっていうんですけども、これね、憲法改正、また持ってきましたわ。やる気なんか待って 全くないわけでしょやるやる作業完全に毎回やってるんですけども結局選挙が近づいてくるといやいや憲法に私はねどうしてもこれをやんなくちゃいけないんだと言って実際に総理になってしまうとずっとあれあの話どこ行きましたいやいやあれはねってことで完全に忘れ去られてますよねまた選挙が近づいてくる保守票が離れるじゃあ憲法の話を持ってくるかとでなんでこれで騙されるのかっていうのが私不思議で仕方がありません 前回といいますか、今回ね、選挙でまあ総理大臣になったわけなんですけども、高市早苗さんが勢い増してきましたら、急に憲法改正をやるって言い出しましたね。で、これはね、もう、保守の人たちはもうみんな見抜いてたじゃないですか、ネットでね、なんかおかしなこと言い出したぞと。これ完全にね、こう宿バルーンを開けて、俺はやる気だと。で、保守法をこれは高市さんに取られないようにやってるんだと。で、みんなそれ警鐘を鳴らしてたんですけども、実際総理になりましたら、その通りになりましたね。で、今回、また同じことをやってるんですよ。 本当に下にもありますけどすごいギャグだとしか言いようがありません。ってことでこの木原さんなんですけどもまあ木原さんはね、えー、この首相をべったりでやってきた人間でございますからまあ岸田さんをねこれ擁護と言いますかこれ援護してるんでしょうね。さあ次なんですけども 今この時に総裁選出馬断念はないとはっきり口にできるのはこれ木原政治のねまあそういうまあ木原政治の姿を見ると岸田は素晴らしい片腕を持ったなってしみじみと思うとまあこれは嫌味ですわこういうことを言ってますよでそれにしてもねバイデン大統領を辞めたでしょうこれね岸田さん相当焦ってるはずなんですよだってバイデンが辞めただろうとだったら日本のお前はどうなんだってことになりますからなんとかしてこの飛び火を避けようと一生懸命にね保守アピールをするはずなんですよ でねあともう一つ不思議なのはこのまあ有名ユーチューバーでまあ誰とは言いませんけどもなんかねキッシーキッシーとか言ってやたらと岸田首相を応援する複数の人たちがいますよねなんかおかしいと思いませんかなぜか岸田首相を X とか YouTube で大擁護するとまあねちょっと闇の人とかねあとはねもう顔を出してちょっと妙なね人もいますよね有名な人はね何なん,なんでしょうねあの キッシーというやつ私あれ非常に不思議なんですよ岩田敦さんもこの前言っておりましたが キッシーとかいう人間っていうのは僕は信用しないと言っておりました。その通りでございます。キッシー、やっぱりおかしいですよ。あのね、全部否定は私もしませんよ。まあやることね。それはやってることはやってると思います。ただ、少なくとも憲法改正については完全に後ろ向きですし、何と言ってもいけないのは、このお清和会ですよね。この中国人の献金問題。あんなことをやっといて、あれを放置してるわけでしょう。話になりませんで。しかも今回の裏金で自分は処分なし、お咎めなしですよ。 あれがね、国民をね、国民が見てないと思ってるんですよ。あの神経がわからないんですよ。少しでもね、自分に処分下したらいいんですけども、あれをね、やらずに通るっていうね、ちょっとね、ありえない神経です。私はね、兵庫県の斎藤知事級の神経だと思いますよ。ありえないことをね、あの人はやってるってことなんですよね。でね。 今回の木原発言について政治部デスクは木原氏が話したことは今の総理が考えていることそのまんまだと思いますとうーんなるほどねべったりだからそうなっちゃうんですよこれ木原さんが言ったってことは首相が考えていることだとで岸田首相は再選について本当に諦めておらずこれ信じられないよね今週末から来月上旬にかけて憲法改正でもう少し事態を前に進める仕掛けをやろうとするなどいろいろ動いていますとこれはつまりアピールってことですよ俺はね憲法改 改正で動いてるんだ動いてるんだってやるわけでしょそしてこれもしねまあこんなことありえませんけども再選されれば憲法いやいやもうあれはねもう終わった話ですとやるわけないですわね憲法改正やっちゃったらね困る人たちいっぱいいますから とととしししかか思えななないでででょょうどうどんんすか岸田さこやってるわけでしょうまあね、むかつくとしか言いようがありませんけどもね。うん、で、まあ、またね、これ最後ですけども、木原さんの中堅ぶりについてはと。で、それは当たり前でしょう。官房副長官を辞めた後も、岸田首相と木原氏の2人で実質政権を運営してきたと。つまりね、定額減税とかね、少子化対策の支援金なんていうのも、木原さんが主導したんだと、裏でやってたわけですよ。官房副長官辞めてもね。いやー、もうね、これ腹立ってしょうがありませんよね。 なんでしょうねこれね、まあ本当むかついてしょうがないんですけども、まあ、どうなりますかということですが、まあ、この辺はねゆっくり見ていきましょう。はい最後ですけども、雑ネタを1本ね、またこんな記事ありましたよ、ベンツに貼りまくった曲実機、やっぱり剥がされたってあるんですけども、あのー、これでちょこちょこ話題になるじゃないですか、これ韓国内なんですけども、車になぜか曲実機を貼ってですね走り回ってるやつがいると、許せねえみたいなね、そういうことを言ってるんですけども、でまた今回ね、こんなね、妙なこれ、記事載っておりました。 こちらアップなんですけども頭のおかしいやつがいがるとまあ確かにそうですよね。韓国人が見たらこれはそうなるでしょうけども私が見てもですねなんで韓国でこんなことやってんだと例えば車のフロントにちょこんと曲実家貼ってるんだったらおお頑張れよ応援するぜってなるんですがこれはさすがになんかおかしいと思いますどういうつもりでやってるんでしょうかね。本当にね心の底から日本を応援している日本が好きだっていうのはいいんですけどもこれなんかちょっと違うような気がしますけどね。まあいいやこんなことはね。はい えー、今日の動画が良かったと思う方はいいねボタンそしてチャンネル登録お願いいたしますそしていつもの話なんですけども ラジオ日本人の怒りチャンネル2も絶賛放映中でございます。こちらの方はラジオ形式ですので、えー、私としましてはね、もう一切のフリップとかそういうの使いません。だからね、皆さんもこうなんかやりながらね、仕事やりながら、家事やりながら、物を書きながら、ああ、そう,う、ちょっとそれは無理か、あそういう形で耳を傾けてもらえればいいかと思います。そして今ね、えー、毎深夜0時ちょうどにこう更新しておりますけど、これね、もうちょっと早めてで、時間もね、もう長くですね、20分から30分にしようかと思っております。 でまあ、早めるというのは0時はちょっと遅いというコメントを結構頂い,いておりましてちょっと前倒しできないかとえそしてね長さなんですけども私もね実はこれ始めるときに当初は30分程度で実は考えていたんですよ例えばねこの辛坊二郎さんなんかもねあのラジオやってますしまあいろんな有名な方ラジオやってますけども大概ね 結構長尺で話してますよ。まあ、最も一人語りってうのはあんまりいないんですけども、やっぱり長尺なんですよね。だから私もラジオだもんですから、長尺にしまして皆さんがね、本当に BGM みたいに聞けるようなこのチャンネル作れないかなと思っております。もう少しお待ちくださいね。では。